こんにちは、Pです。ドラゴンクエスト10、今回はね、サブちゃんです。おとといね、3番キャラで、たまたま一発で勝てたから、サブキャラのね、プクちゃんも、ゼルベア行って毒狙いでね、何周かしてる間に、性欲の装備いくつか出てたから、それをね、装備して、行ってきました。まあ、結果から言うとね、今日2でね、3飯目でね、勝てました。1飯目はね、ちょっと微妙だなと思ってて、やっぱりちょっと微妙なまま終わりました。で、2飯目はね、久しぶりにね、もう組んだ途端にリーダーさんがね、私このキャラだけ勝てないんですって言ってて、ちょっと嫌な予感はしてたんだけど、案の定ね、まあ、嫌な間だけだったらよかったんだけどね、ちょっとね、まあ、その人とは言わないですけど、結構ギスってましたね。まあ、ああいうパーティー嫌だね。人のせいにするみたいな。ちょっとこれどうにかなりませんみたいなこと言ってたよ。ええー、とか思っちゃって、もう、まあ、やだ、もう途中から抜けたいと思ったんだけど、まあ最後までやりましたけどね。まあ案の定っていうか、もう勝てるパーティーではありませんでしたね。はい。あんまり人のせいには良くないよね。だからね、やっぱりまだね、ドラクエ10のマルチはダメだね。他のね、せっかく同じ会社でスクエニでね、FF14 っていう最高な見本があるんだからさ、もう少し学ぼうよって思うのは私だけ。ロールがしっかりしてればいいだけの話だよね。タンク、DPS、ヒーラーも、こういうゲームの、この戦闘系ではもう、これに決まってるんだからさ、これでいいじゃんって思うんだけど、ドラクエっていうのはまだまだ乱戦だよね。で、人を選ぶマルチ。ダメだね。はい。まあ、当分ね、メイン以外で、ね、エンドコンテンツにも行こうと思いませんもん。はい。と思う。うん。感じ。ちょっと嫌な思いをしました。まあでもね、一応3飯目はね、普通にその後が嘘のようにね、2飯目が嘘のようにいい人たちで、もうあっという間に終わりました。まあもともとね、ルベランギス10分だから、戦闘がね。うん、8分ぐらいかな。もうあれってあっという間にね、黄色になって、あれもう赤ちゃんと思ってね。もう4分くらいで確か赤だったんじゃないかな。と思ってあっという間に終わっちゃって、お疲れ様でしたって、何事もなかったように。その前のパーティーが何だったのっていうぐらいね。はい。まあやっぱり違うなって思いました。余裕があるよね、全然。はい。で、そうそう、だからね、このね、この装備見てもらうとわかるんだけど、この、こういうところをね、ゼルメアで、防衛でね、拾ったやつね、を直しました。で、成功品ね。で、これ。頭の HP だね。これを HP2 箇所、前回の動画でね、まあ、メインで紹介してる HP2 箇所と、耐性付きを作りたかったの。で、1億ぐらい回したの、メインで、サブキャラと3番キャラで、ランプと粒だからね。で、回したら、できなかったの。1億ぐらい回してできないんだよ。で、結局、そう、バザーに更新をしつつね、まあ、でもね、売れ行きも悪いんだよ。とりあえずね、昨日の夜、に、3キャラ24枠、バーザーに出して売れてたのが、朝売れてたのが6個。まあ今でいくつかも売れてるから、まあそれ、まあでも6か6個か。売れ行きが良くない。まあね、今ちょっと、イベントとか色々終わっちゃったからな、ちょっと寂しいのかな、人が。こんな HP の埋め尽く人がさ、この眠りの失敗とかね。まあ、HP25、6のもできてるけどね。うん、私が欲しいのは、HP2 箇所の、だから最大値、HP20 にプラス封印か混乱がついてるのが欲しいんだよね。それで、性欲を更新したかったんだけど、出ない。できない。まあ、結果的にはね、その間に、サブちゃんでね、この可愛いサブちゃんでね、ルベランギスの称号取れたから、昨日ね、一応ね、サブちゃんで久しぶりに行ったらね、たまたま、あれと思ったらね、みんなプクちゃんなんですよ。で、多分ね、そのリーダーさんなんかも狙って誘ってくれたんだと思うんだよね。で、みんなプクちゃんでね、4人プクちゃんのあの世界、ルベランギス、あの大きいルベランギスがね、プクちゃん4人がちょこちょこ動くあの感じはね、うわ、これハマるのわかるわって思いました。船でいるの、ミキちゃんって、私3キャラいてね、まあ、3人とも触れなんだけど、サポートで借りるの、ブクちゃんだけだから。メインのとかね、3番キャラはね、借りないから。
このプグちゃんしか借りないんだよ。だからファブはみんなプグちゃん、プグちゃんなんですよね。そういう人多いよね、プグちゃん。もう大好きみたいな人はね。本当にプグちゃんだけみたいな。そういうね、昨日、ノラでね、1でね、行ったらね、うん、だった。まあ、この世界でも、本当なんかね、ミキの気持ちがわかるとか思った。いや、これ楽しいとか思って。うん、まあ、またそういう動画撮れたら撮りたいなと思います。まあ、とりあえずね、今度は戦闘の方の動画撮りたいね。結果だけじゃね、何だかわかんない。結果だけじゃどうにもなんないからね。今度はね、チームメイトがね、やっぱりフレンドさんでも撮りたい人いるだろうからね。うん。勝ち動画、ね、勝ちをね。はい。勝負をね。はい。まあ、だんだんそういう動画に参考になるのを撮ろうかなと思います。はい。じゃあ今回はね、サブちゃんの勝負でした。はい。じゃあまたです。バイバイ。